やおや、その縄でこれから首でも吊ろうってのかい？一流大学を出て大企業に就職したエリートのあんたが、うっかり友達の借金保証人になっちまったばっかりに、あの時ハンコさえ押さなきゃ今頃どんな人生だったろうね。見せてあげようか。この扉の向こうにはね、別の世界があるんだよ。メイドの土産さ、見ていきなよ。こっちの世界でもダメだったよね。まったく、ついてない人間はどこ行ってもついてないのかしら。そもそもあんた、今の会社に就職したのが間違いだったんじゃないの？見てみる？もしあんたが大学出た後就職しないでミュージシャン目指してたらどんな人生か。さあ、この扉の向こう側を見るがいいわ。ワン、ツー、スリー、フォー。までに俺は死ぬ。ビートルズはこう言った。30過ぎは信じるな。30までに俺も死ぬ。30までに俺も死ぬ。30過ぎを信じるな。30過ぎを信じるな。リストカー、リストカー、これが憧れのロックロール
なか楽しそうな死に方だったじゃないの。納得いかない？そう、わかったわ。じゃあ最後のバリエーションを見せてあげるわよ。あんたが高校出た後、大学行かずに板前さんになってたらどんな人生だったか興味あるでしょ。さあ今度はこの扉から見てごらんなさいな。殺されちゃいますよ。おかみさん、いやー参ったな。ダメですよ、堪忍してくださいよ。おかみさんたら、もう。あれ、どうしたんです？急に怖い顔になっちゃって。え、後ろ、あ、親方。分かったでしょ？あんたはどこの世界行っても大差ない人生なんだってこと。つまり後悔なんてするだけ無駄だったってわけ。だからほら、早く覚悟決めちゃいなさいよ。まだおじけづいてるの？弱虫。I'm not afraid to die.
男に捨てられちまったんだね。その薬でこれから自殺でもするつもり？もしあんたが別の男と出会ってたらどんな人生だったと思う？見せてあげようか。男っていう生き物はさ、勝手なもんでさ、私も散々苦労したもん。